東京帰ってきて早々ですが、我が家にある MacBook たちを売りに行こうとしています。有楽町に着きました。ビッグカメラで売却査定してきます。久しぶりのシェイクシャック、なんか映る景色がもう秋綺麗。シェイクシャックバーガー2つとポテト S、 あとレモネードとアイスティーのハーフ&ハーフみたいなやつだそうです、とコーヒーですね。なんかシーズナルのクリスピーチキンに、なんかベリーのソースがかかったハンバーガーも相当食べたかったんですけど、普通にしておきました。いただきます。秋らしいディスプレイ、お店がたくさん出てます。黄色、緑、赤、赤が綺麗。有楽町から東京駅につながるこの高架下、美味しいものパラダイスらしくて、夫がさっきから興奮して、ここのお店美味しい、ここも美味しい、あ、ここも美味しいよって教えてきます。美味しくて安いお寿司屋さんだそうです。お目当てはあの福亭と書いてあるカレー屋さんだそうなんです。ステーキがめちゃくちゃ乗ってるステーキカレーが美味しいらしくて、なんか場所はもともとこっちだったのがさっきの通りに移ってまた戻ってるのかなと話してます。真ん中、真ん中、あ、すごい、え、これサーロインステーキ、ステーキ乗せた結果が670円だそうです。ああ昔もっと安かった気がする。 あそう、でも十分安いよね、めっちゃ乗っとる。今日はお腹いっぱいですが食べてみたい。食べたのか、私食べたことあるんだったっけあれー郵便局でキャッシュレス決済かなり使えるようになってるの、めっちゃ助かります。これ見てみたいんですよね。あ、すごっ、うわ、楽しい、これはいいね。おお、かわいい。プレイステ5現物、かっこいい。買えたらしいです、もうすぐ来ます。素敵じゃね、このレンズは高いってこと？まあまあ高いんじゃない？あ、これいいんじゃない、かっこいいよ。いい感じ？まあ重いよね、ちょっとね、うん、新しい建物、豊洲ベイサイドクロス行ってみます。こんな感じのラインナップです。いろんな飲食店が入ってます。多分このお店はロイヤルホールディングスの株主優待券使えると思うんですよね。これ使ってみようと思います。無事株主優待で払えました。こんにちは、ファイナンシャルプランナーのフローチャーヤです。東京に戻ってきたんですけれども、今回コロナ禍の中で、地元岡山で父の葬儀を行うという形になりました。でコロナを意識した時に、多くの人をお誘いするべきではないんじゃないかということもありまして、かなりシンプルな最小限な葬儀となりました。でただ結果的にその内容が母がすごく満足がいくものだったので、我々はコロナだったのでというところもありましたが、もしかしたら状況によっては今後コロナじゃない世の中になってもこういう形もありなんじゃないかということで、母が結構これはいい内容だったから
シェアしたらいいんじゃないかというような話もしてくれたので、ちょっとまあ今回葬儀にかかった、明細というものをちょっとシェアしてみようかなというふうに思いました。で、大きく分けてその葬儀にかかった費用3つのパートで構成されています。まあ、1つ目は、私たちはそのポータルサイトのようなものを使って、葬儀会社を選んだんですけれども、でそのポータルサイトが選んでいるプランがいくつかありまして、その中から1つ選んで、支払った費用が17万4000円ということで、これがまあメインの費用になります。でこの費用の中には、病院からその葬儀社にこう送ってくれるお迎えですね、お迎えから、まあその棺桶やお花やっていう、あと仏具ですね、一式整って、まあ、こう保管してくれる、安置をしてくれる費用、そしてその葬儀会社から火葬場に対して送るという費用ですね、そういう送迎なども全部一式込み込みの金額が17万4000円という費用でした。でちなみにたまたま母も、同じサイトを見ていて、その中で12万円前後ぐらいのプランというのも目にしていたそうなんですけれども、でそれはその仏具がないようなプランで、で金額とその内容をパッと見ただけではどういうものが盛り込まれているかっていうのが今一つイメージがつかなかったそうなんですね。でまあ、お花がついてるとか棺桶がついてるとか送迎がついてるみたいな内容をまあ、母に伝えることで、じゃあ、まあ我々の場合はこのプランがいいねというふうに選んだのが、まあ、17万4000円のプランでした。でその後にですね、言われてみれば見落としていたというところで、戒名をつけてもらうというところですね、まあ、ちょっと短めのお経を読んでもらって戒名をつけてもらうというお寺さんに支払うお布施代として6万円、そして火葬場は死の持ち物ですから、まあ、こう間接的に市に払ったという形になりますが、こちらが、まあ、市内に住んでいる人であれば1万円ということで、全部合計して24万4000円という金額になりました。でその他にちょっとそのコロナを考慮したものとしては、まあ、通常だったらタクシーに、まあ、3人とか4人ギュッと乗り合わせて1台で行くところをあえて、まあ、2人ずつ乗れるようにタクシーを台数分けてっていうようなことで、まあ、少しその普段よりタクシー代が多めにかかったかなというものも含めても、まあ、25万円前後で葬儀を挙げるということができました。おそらくその これまでの関係性とか親戚とのお付き合いとかの兼ね合いで、必ずしもこういうシンプルな葬儀で済むとは限らないかもしれないんですが、私たちとしてはその人を呼ばないことで父との別れに集中することができたという意味では非常に、まあ、満足のいく内容だったので、まあ、こうした選択も一つの選択肢に今後なっていくかもしれないなというような話をしました。というわけで今日の FP 小話は、まあ、ウィズコロナの中での葬儀費どういうものがかかったかというのを一例のご紹介と、その内訳としては、まあ、葬儀会社とかサイトに払った金額、そしてお寺に払った金額、そして火葬場っていうのも別でその市営の部分で払ってる部分ということになるので、まあ、3つの費用の構成からこういう金額になりましたというのをご報告と、まあ、体験談を兼ねたシェアという形になります。以上 FP 小話でした。夕焼けが綺麗な時間帯です。先頭に座れました。夕日に向かって走っていきます。帰ろうとゆりかもめに乗ったのですが、ビッグカメラの買い取り査定が終わったそうなので、ちょっと結果を聞きに行きます。だいぶ街の景色が変わりましたね。およっす。